千はやフル。ちはやフルは、末継ぐゆによる日本の少女漫画、及び、それを原作とした、テレビアニメ、実写の映画。b e ラブ、講談社において2008年2号から連載中、競技カルタに没頭する少女の青春を描く、アニメ化及び、実写映画化されたほか、現実社会の競技カルタ浸透にも影響を及ぼした。競技カルタを題材とした、少女漫画。 本作の主人公は、名人、クイーンを目指す少女、綾瀬千早であり、物語は、千早が、クイーンの座をかけて争う場面から始まる。その後は、千早が過去を回想する形で、第六話までは小学校編が、第七話から高校生編が描かれている。個性的な登場人物が織りなすドラマと躍動感の、ある競技カルタの描写で人気を集めており、 単行本の発行部数は2018年2月、現在で累計2100万部を突破している。少年漫画に通ずる熱さを有する作風から熱血スポーツ漫画と評されるが、同時に恋愛や友情、離別や再会といった青春ストーリーも描かれている。本作は末継ぐゆきが漫画家活動を再開してから初めて手がけた連載作品である。 スエジによると、連載案を考えている時に担当編集者から、カルタ漫画を提案され、自身もカルタを経験していて、親近感があったこともあり、本作を描き始めたという。タイトルの、ちはやふるはおぐら百人一首の戦火、ちはやぶる人代も聞かず立つた側からくれないに水、くくるとは、に由来しており、スエツグは本作について、インタビューで、勢いの強い様と、い、 ちはヤフルの本当の意味を主人公が知り表現していく物語なのだと思うと発言している。なお、競技カルタでは、ちはヤフルは、ちはアブルと、ーをクオ音にして発音するが、本作のタイトルはそのまま声音で発音する。小学六年生の綾瀬チちはの夢は、大好きな姉のちとせが日本一のモデルになることであった。しかし、福井から来た転校生のやに、 自分のやることでないと夢にしてはいけないと悟される。千はやのカルタ歴は、真の住まいである狭いアパートの一室から始まった。千はやの幼馴染で好意を寄せ、鉛のある皿をいじめるマジマタイチは、校内のカルタ大会に際して、難題をふっかけ、さらには、真の眼鏡を隠す。だが、ハンデにも負けない。新たに認識を改め、謝罪したタイチは、千はやにだけは、 絶対に言わないでと頭を下げ、二人は友情を抱く。真の夢は祖父である、綿谷はじめ衛生名人のように競技カルタで名人になり、日本一になることであった。真の情熱に感化された千葉と太一は、原田秀夫が指導する、府中白波会に入って、本格的にカルタを始まる。だが、福井に暮らす死が倒れ、小学校卒業を機に、真たち一家は、 東京を離れることが決まる。千葉や、新、大地の三人は、団体戦に、チーム、千葉やフルを結成して挑み、そこでやがては、ライバルや仲間となる面々との体制を経て滅苦い、敗北を味わう。別れ際になく、新たに、千葉やと大地は、競技カルタを続けてさえいれば、いつかまた会えると再会を約束する。一巻から二巻前半。 三人の出会いから始まり、小学校卒業までが描かれている。小学校編で三人がいる都市は、東京都府中市がモデルとなっている。モデルの姉にも劣らない、美少女に成長した千早は、随沢高校に進学。そこで、中学進学を機に別れていた大地と再会。千早は競技カルタ部の設立を目指し、当初は乗り気でなかった大地まで巻き込む。たとえ離れていても、 カルタへの情熱は変わらないと信じていた。千早だったが、シンとは一年以上連絡が取れなく、なっていた。大地と共に、福井に向かった千早は、シンが大好きだった祖父の死の死と永久昇格を決めた。大会優勝が重なった不運を契機にして、競技カルタから離れていたことを知る。それでも、カルタを嫌いになったわけでないとわかり、二人はシンを競技、カルタ界に呼び戻すため、 強くなって真と再会することを誓う。その後後、早と大一は、古典オタクで、五福屋の娘 OS を弓道部から引き抜き、小学生カルタ全国2位で、かつて団体戦で対戦した、肉まんくんこと、西田優進、学年2位の秀才、駒の務の勧誘に成功し、随沢高校カルタ部を設立し、全国高等学校選手権。 大会団体戦優勝という大きな目標のもとに日々の練習を重ねる。東京都予選でかつて団体戦で対戦したヒョロ君こと木梨博士が進学した強豪校で実力者須藤明人の率いる北尾高校を破り全国大会に出場。全国大会開催前の大見神宮で千早は元クイーンであり同い年の赤宮歌通ると出会う。 初の全国大会では、随差わかるタブは、千葉の途中危険が響いて、決勝トーナメントで敗退。翌日の個人戦で、シュトールに大敗した千葉はその、戦いぶりで、シュトールに記憶を残す。大地は勝ち進んだ、B 級決勝戦で藤崎高校の3年生に、前線したものの3枚差で敗れる。その後秋に、埼玉で行われた大会では、 コマノと D 級決勝戦で対戦した大江が D 級優勝。A 級昇格の賭け勝った B 級決勝戦まで進んだ大地と西田も運命戦にも連れ込み、西田が優勝し、大地は準優勝に終わる。総部1年目にしては、快挙といえる成績だったが、大きな目標に向けた課題が見えた大会となった。その後のカルタ大会で部員たちは、各々の課題を発見。 乾杯した、死通ル以上の速さを追い求めようという千はやは、むしろ原田から、速さへの追求を止める指導されたことで、様々な年齢層の競技者たちとの対戦から、学んでゆく。大地は、現名人、須訪久しと偶然にも、運命的な開校を果たすが、永久でないと知られるやっぽを向かれる。千はやや新しいのいる永久昇格を目指して、地方大会を転戦する大地だったが、 行く先々でヒョロに遭遇。その上、運の無差という壁に阻まれ苦闘が続く。一方、千早や,や、大事の活躍に刺激を受けた新は、福井のアグモ会に参加し、競技カルタ会への完全復帰を果たす。冬、恒例の名人戦、クイーン戦で、スオーとシュトールは、危なげなく防衛する。二巻後半から九巻前半。春を迎え、 千はや立ちかるた部一同は進級した。随沢高校を将来的にカルタ強豪校にするという目標を抱いていた千はやは、職員会議で部員があと5名増えなければ、部室を返上という条件も重り、新入部員獲得に躍起になる。だが、入部者はイケメン部長である大地目当ての女子生徒がほとんどであり、競技カルタには全く興味を示さなかった。一方で、 千葉を除く二年生部員たちも団体戦優勝や個人昇級を重視するあまり、更新育成に難色を示すありさまで、それまでの結束に揺らぎが生じ始める。それでも諦めない千葉だったが結局残ったのは、大地を彼氏にするという野望に燃える、筋金入りの恋愛体質女子花のすみれと、北海道特有の下の区カルタで腕を鳴らしたものの根拠のない自信で、 チームの輪を乱す、男子生徒つくば秋白という問題児2名のみだった。しかし、千早が全国大会で倒れて危険した時からもう一、人部員がいたらと思っていたと心中を明らかにする、他の2年生部員も後輩の指導に協力的となった。結局、部室無念2階を吹奏楽部に活動せざるを得なく、なったカルタ部であったが、吹奏楽部から、 全国大会優勝に向けてのエールが送られ、思いを燃え上がらせる。東京予選で勝ち進み、運命戦の末に北大学園に敗れ準優勝となるが、出場は増加によりともに、全国大会出場を決めた水沢カルタブは、相手校のデータ収集という、裏方に通るた、駒の、花野の活躍もあって、団体戦で、初めて決勝トーナメントへと駒を進める。準決勝では、 前年のクイーン戦西日本代表であった大阪めぐみゆめを擁する明石第一女子高校と対戦。めぐみゆめと対戦した千葉屋はやは劣勢からの追撃も及ばず惜敗するもののチームはま一発で勝利、駒野の運命戦により決着。全国大会優勝常連の名門藤崎高校との決勝戦に臨む。そこで千葉はは山城千人よみての孫娘でと同様に 競技カルタ界のサラブレッドと見られている、山城リオンとの対戦中の接触から、右手人差し指を故障する。つくばあき、駒野勤の敗退、千早の勝利によって一勝二敗で迎えた最後の一枚、二組の運命戦で西田と大地は、札合せをし、大地は運命戦で、初めて自陣の札が読まれ、待望の全国大会団対戦優勝を決めた。そしてその試合を、 広間の外で見守っていた新たに千早は涙ながらに駆け寄りチームで戦うことの意義を説いた。その熱戦ぶりは同じく試合を見守ったし、トールの心をも大きく揺さぶる。また、目標に向け二人三脚で頑張り、疲労困憊となって眠る大地に千早はありがとうと礼を言う。個人戦で死トールとの再戦を望む千早は故障をして利き手と反対の左手で、 強行出場し、再戦にこぎつけるが大敗。だが、左手を利き手とするし、トールの強さを再確認する契機となる。一方、大地に、明日の個人戦で優勝したら、東京の大学に進学すると宣言した新は、翌日の高校選手権 A 級個人戦で、高校カルタ界では無敗を誇ってきたクイーン、若宮氏トールとの決勝戦を制し、宣言通り初出場。 初優勝を決めた。真と大地は、千早をめぐる恋のライバルであることを強く意識、する様になる。また千早が団体戦優勝と共に掲げていた各階級個人戦優勝は、真が制した A 級を除き、すべて随差分かるタブが制する結果となり、B 級準決勝戦で、ヒョロとの対決を制して駒を進めた決勝で、山城リオンを破った大地も優勝して、 永久昇格を決める。大会後、指の痛みは、両性のうち軟骨主であったことが判明し、大事には至らないものの、千葉屋は、しばらくの休養を余儀なくされる。そして、真の有限実行に並々ならぬ覚悟と千葉屋への思いを見せつけられたふとしは、さらへの、そして、千葉屋への複雑な対抗意識をよりあらわにしてゆく。一方で真は、 タイチとチハヤに感化され、遠く福井の地より、団体戦出場を目指し、カルタブ創設に向けて動き出す。退院したチハヤは、決勝戦で対戦した藤崎高校の指導者、桜沢緑の招きを受け、タイチと二人で同校を訪問し、着々と実力を磨く、リオンと再戦する。秋、目前に迫った、名人戦、クイーン戦に向けて、標準を合わせてゆく面々。 しかしくしくも予選の日程が、随沢高校の修学旅行とバッティングしてしまい、衝撃を受けるカルタ部のメンバー。前後し、その前哨戦といえる吉野会大会に出場した千早は、かつてクイーン戦で4連覇を果たした井野熊春香と初対戦し、熱戦の末に破る。決勝戦は、永久昇格により公式戦初対決となった大地との一戦。試合は、 千はやが僅差で白星をつかみ取って優勝を決め、とうとうカルタ界からの注目を一度に集めることとなった。しかし千はやは悩んだ末に、クイーン戦の東日本予選出場を諦め、クラスの仲間たちと修学旅行へ行くことを決める。その思いの背景には千葉、千はやの将来は高校の先生になりたいという夢があった。そして始まった名人戦、クイーン戦予選。 抜け駆けして予選会に出場し、途中から修学旅行に合流した大地は、恩師である原田が名人戦の東日本代表となったことを千早に告げる。一方の西日本代表は、決勝戦で兄弟子である村尾慎一を破った新たに決定。代表決定戦では、互いに巧みな策で相手を翻弄しつつも、 今大会を勝って引退すると宣言していたスオへの対抗心に得た原田が逆転で心を破り挑戦権を獲得。自身の敗因を思い入れの強いふと千葉に執着したことだと後悔する新たに千葉屋は手に入れたいものほど手放し必ず取りに行くと誓う自身の思いを語る。その姿に小学6年生の頃から変わらない思いと絆を感じ取った新しは その場で、千葉屋に告白する。真の思いに戸惑い、返事ができないままの千葉屋一方で、大地は未だ、自身の千葉屋への思いを伝えられないままであった。冬、スオとの練習試合を行う機会を得た千葉屋と、大地は、スオの欧平な態度に深く傷つけられる。しかし、そこで、スオの弱点を見つけた千葉屋は、原田と共に、名人戦の会場へと乗り込んでいく。 一方、クイーン戦では、最強の挑戦者として挑むイノクマ・ハルカに、シュトールが苦戦。永世名人位がかかるス王も、原田の老下な戦術に苦戦する。イノクマに敗戦し、動揺を隠せないシュトールにちはやはタを急増し、景気づけして送り出す。結果、ス王は原田を強敵と認め、最終戦にも連れ込む接戦を制して防衛し、シュトールも、 千早の応援に自分を取り戻し、猪熊を下して防衛する。衛世名人就任で引退を宣言していた、スオだったが感染していたシンから、あと一年待ってくださいと迫られ、あっさり引退を撤回する。9巻後半26巻前半。スオ死、トールの連覇によって、幕を閉じた、名人戦。 クイーン戦。それを間近で見届けた水沢高校カルタ部は新たに春を迎える。ついに大地から告白された千早はその思いに応えることができない。しかも新入部員を迎える最中、学業への専念を理由に退部届を出す大地に動揺した千早はカルタに集中できなくなり急部を宣言する。部の中心選手二人を書いたカルタ部は 戸惑いながらも練習を続けるが、新一年生の自己中心的な永久選手、たまるみどりが馴染めず部をかき回す。千葉屋は、新たがカルタから離れていた時のように強くなって、大地を待とうと決意する。一方の大地は、通い詰めている、進学塾で、講師として、教鞭を取っていたスオと再会する。のいないままの随沢高校カルタ部は、北大学園に続く2位で、 全国大会出場を決める。全国大会でも勝ち進んでいくが、大地の抜けた穴は想像以上に大きく、前年の決勝で対戦した藤崎高校にリベンジされ、準決勝で敗退。3位決定戦で、新しのいる藤岡東高校と戦い、千早が新たに初めて勝利し、チームも5戦全勝で3位入賞する。翌日の A 級個人戦で、クイーン、 シュトールと3年連続で当たり7枚差の前線で、敗れた千早は、試合後今度こそは、クイーン戦でまた会おうと約束する。2年連続で新体トールとなった、A 級個人戦の決勝は、運命戦までも連れ込むが、真の優勝で幕を閉じる。高校選手権での前線を、西田と駒野は大江に告白し、大江と駒野は交際することになる。一方、 真から告白の答えを求められた千早は、世界一強くなりたいと宣言し、事実上回答を保留する。引退する随沢カルタ部創設メンバーには先に退部した大地も加わり、大掃除や部室をめぐっての吹奏楽部とのカラオケ対決とそれぞれの思い出を深める。大地は、須王や須藤らの所属する東大カルタ部で、須王を相手に実力を磨き、 自らの長所を生かす新たなスタイルを確立しつつあった。一方、千早はクイーン戦予選と受験勉強とで揺れていたが、やりたいこととやりたくないことの両立を宣言。スオンを倒すという野心を表明した須藤を相手に腕を磨く。クイーン戦東日本予選には同世代の選手に加え、出産により出場を断念した井の熊に代わり競技者、復帰しエントリーしていた。 桜沢緑と2回で対戦した千葉屋はセリ勝ち、そして準決勝では山城リオンと対戦する。一方、名人戦東日本予選では、相手のミスを誘うスタイルを身につけた大地が、快進撃を続けており、準決勝で須藤との対戦が決まる。同日の西日本予選では、新が村尾を下して決勝に勝ち上がった、新鋭のカルタ製造会社天狗堂社員の、 小石川修作に思わぬ苦戦を強いられていた。自分の担当機会で作った、規格外品カルタで対戦する器具を幸運に、考えた古作は、ミスさえ好調に捉えるポジティブモンスターと化して、心を圧倒する。一方、須藤は、大地と千早の精神的つながりに正気を見出し、須藤のように相手をコントロールする戦いをする大地と、一心一体の攻防を繰り広げる。また、 祖母が読み手となるクイーン戦出場に燃え完全覚醒した、リオンに千はやも苦戦。新しは、東日本予選で、千早やと大地が勝ち上がっていることを知って、自分を取り戻し、激闘を制する。大地と千早は共に二の六という終盤戦に突入。そこで千早は痛恨の友を手つきで、リオン二冊を送られ一から七に。だが、場外の西田、駒野により真が、 西日本代表になったことを知らされた二人は、闘志に火がついたような反撃。三枚差で、須藤に勝利した大地が、最後に取った札は、千葉だった。一気に六連取した千葉屋は、運命戦に持ち込んだ。そこで、春過ぎ手が読まれると、もう一組の準決勝にまで勝ち残っていた、田丸も運命戦に勝利。千葉屋は、リオンのお手つきにて勝利する。 26巻後半マイナス37巻前半。担当声優は、テレビアニメ版のもの3年連続で東京都予選、団体戦の決勝戦の対戦相手となった中高1巻の男子校。競技カルタブの増加に伴って、ちはやの2年生時から出場枠が2校に広がったこともあり、共に全国大会に、 団体戦で出場している。全国大会本戦、団体戦の準決勝戦では、藤崎高校と試合することになり、3位決定戦では、明石第一女子高校と対戦することになった。ヒョロが、部長となった3年時に、決勝戦で藤崎高校を下して、念願の全国制覇を成し遂げた。静岡県代表で上昇のカルタ強豪校、千早が2年生時に、 全国大会本戦、団体戦の決勝戦で、千早が3年生時には準決勝で対戦した。皇室たちの学年では5人全員 A 級選手で、スタメンを組めたほど充実していたが、その皇室たちが引退すると、A 級の少なさから層が薄くなる。福井県代表校、千早と大地に影響を受けたサラを中心に、カルタ部が創立された。全国大会準決勝では、 北尾学園、3位決定戦では、随沢高校の対戦相手。兵庫県代表校、全国大会本戦、団体戦の準決勝戦の対戦相手。3位決定戦では、北尾学園と対戦することになる。試合中は全員鉢巻を巻く。京都の代表校、全国大会本戦、団体戦の準々決勝戦の対戦相手。なぜか、 全員クゲガン。全国大会予選、団体戦の2回戦の対戦相手。メンバーはクイズ研究会中心の構成で、全員メガネをかけている。カルタのスタイルは、ひらめきによるクイズの早押し感覚の攻めガルタで、メンバー全員札の定位置を持たずにシャッフルした札を、並べ試合中はこまめに、札移動を行う。全国大会予選。 団体戦で2年連続随、沢高校の1回戦の対戦相手となった。部員全員が見るからに、外国人であるが、日本育ちのため日本語が得意な一方で英語で話す、ことを苦手としている。全国大会で随沢高校と対戦した時に、チーム内で英語で会話して、相手をかく乱させようとしたが、大地にネイティブではないことを見破られた。全国大会初出場時に、 地元のテレビ局が取材に来ていた。随沢高校が全国大会に初出場した時の初戦、団体戦の対戦相手、佐賀県代表でカルタ部創設8年の実績を持つ、前年の全国大会で初出場するが1回戦で敗退した。水沢高校との試合中に、千早が軽い熱中症で倒れてしまい4人で試合することになる。なお、 検索互換のオーダー表では、下記とは選手名が全く異なり、千葉屋は勝利している。千葉屋は2戦目のオード、川添高戦で棄権している。以下はアニメ版でのもの。東京都予選、団体戦の準決勝戦の対戦相手。東京都予選、団体戦の準決勝戦の対戦相手。メンバーは女子中心の構成で、よく声を出す。真面目な興風は変わらない。 1> 第1期では、甲の他にもう一人の男子部員が登場するが、つトムがスタメンから抜けているため試合には登場しない。そのため試合中は、両者4人で対戦することになる。1年後の東京都予選では2回戦の対戦相手となる。2年後の東京都予選、団体戦の決勝リーグの2試合目の対戦相手、千早が高校3年時。メンバーは女子。 水沢高校に2勝3敗、北尾学園に1勝4敗、友成高校に3勝2敗。2年連続で東京都予選、団体戦の1回戦の対戦相手。メンバーは男子中心の構成で、男子には手厳しいが女子にめっぽう弱い一面がある。2回目の対戦時のレギュラーメンバーはつとむが言うように、前年対戦した時とほぼ同じだが、 アニメ第一期と比べ顔立ちから髪型までキャラクターのデザインが異なっている場合がある。全国大会予選、団体戦での一品学園の対戦相手。部員が3名しかおらず、残り2名の選手がいない分試合開始から2歩、確定している。水沢高校とは別ブロックになる。翌年の福井県予選では5名メンバーがおり、決勝で、 総部一年目の藤岡東高校の対戦相手となる、関末四、駒より。全国大会予選、団体戦での藤岡西高校の対戦相手。藤岡聖光が二名の選手がいない分試合開始から二勝、確定している。不戦勝となる二人も競技者席に残って応援する、真面目な興風水沢高校とは別ブロックになる。本作がきっかけで、 袴姿で競技カルタを始める人が日本国外でも現れる、と、競技カルタ人口の拡大にも貢献している。滋賀県大津市では2012年2月に、地波や古、大津キャンペーン実行委員が設立され、2013年、現在も本作を活かした観光事業が展開されている。2011年10月4日から2012年3月27日まで、 日本テレビ他にて第1期がちはやふるのタイトルで放送された。2012年6月13日に第2期の制作が発表され、2013年1月から6月までちはやふる2のタイトルで放送された。単行本第22巻限定版にテレビ未放送の第26話が収録されている。2018年1月9日から3月28日まで。 日本テレビ深夜、アニメ枠、アニチュにて、実写映画に関連したエピソードと、原作コミックス22監督相番に収録された、オリジナルエピソードを放送する、ちはやる、中華線が放送された。2019年には、第3期が、日本テレビ、アニチュ他にて、放送予定。第1期の本編終了後に放送された、競技カルタの解説や、 ちはヤフルの関連情報を伝える実写コーナー。ナビゲーターは、上田マリエアナウンサー。ブルーレイ、DVD では、ハウツー競技カルタ、入門編として収録されている。2013年8月1日木曜17時18時には、BS スカッパー。にて、日テレプラスプレゼンツアニメ、ちはヤフルに調合化。人気声優大集合。 水沢カルタブ夏合宿。苦しい時の右下段 SP が放送された。監督は小泉徳弘。二部作として、千葉や古上の句が2016年3月19日、千葉や古下の句が同年4月29日に公開され、その後完結編として、千葉や古結びが2018年3月17日、公開入れた。2015年4月、 実写映画化されることが発表され、2015年7月19日に、滋賀県の大道イングルで撮影現場取材会が行われ、主演の広瀬がエクステをつけてのロングヘアと、劇中衣装の袴姿で登場した。2016年4月29日、下野区の初日舞台挨拶において、続編制作決定がサプライズ発表された。また、プロデューサーの北島直明が、 キ2017年2月12日に香川県で開催されたサヌキ映画祭2017の舞台挨拶において続編が同年春にクランクインすることが発表された。また小泉監督が前作から2年が経ち高校3年生という設定にするとコメントした。タイトルは 千はやふるむびに決定し、5月7日、クランクイン。千はやふるむびのスペシャルエピソード、千はやフルつなぐ隊が、2018年2月20日より、Hulu で先行配信される。また2018年には、日本テレビ系列の金曜ロードショーで、3月9日に、上野区、同月16日に、下野区が、それぞれ地上派発放送された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。